はいどうも、新宿109の健三です。本日は、有楽町駅に向かいたいと思います。というのも、令和たけちゃんさんがですね、 YouTuber の方なんですけど、まあ、YouTuber 兼政治活動をされている方といった方が正しいですかね、いう方なんですけども、令和たけちゃんさんが有楽町駅で天安門事件の、まあ、抗議活動をするみたいなんですよね。6月4日ということで、それで6月3日の動画に、まあ、抗議活動をするので、YouTuber の方も来ていいですし、配信者の方も来ていいですし、みんなでこういうね、あの天安門事件のことについて一人一人広めていこうっていうお声かけというか動画内であったので、ちょっとね向かわせていただきます。自分から言うのもあれですけど、令和たけちゃんさんって、まあ、タバコのポイ捨て注意だったり、違法な政治活動の注意だったり、そういうなんか似たようなこと、まあ、ちょっとジャンルは違うんですけど、なんか悪の成敗っていう意味では同じことやってると思うんですよね。で、僕も令和たけちゃんさんに憧れもあるということで、今回はちょっとね、できればインタビューとかできたらなと思ってます。で、昨日ね、よし行こうかと考えて、深夜の2時ぐらい、ひたすら天安門事件とか中国の共産党とかについて動画とか見てたんですね、調べたりして、なんでちょっとね、質の濃いインタビューができたらなと思っているので、どうぞ見ていってください。それではちょっと有楽町行ってきます。天安門事件、1989年6月4日日曜日に、中華人民共和国北京市にある天安門広場に、民主化を求めて集結していたデモ隊に対し、軍隊が武力行使し多数の死傷者を出した事件である。反対というのは、やはり反対反対でございます。ご通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせしております。恐縮ながら、YouTuber を代表させていただくことになりました、撃退報道系 YouTuber、共産党ぶっ壊す、共産党ぶっ壊すでおなじみの令和たけちゃんでございます。どうか、短い時間ではございますが、ちょっとの間でよろしいので、我々の主張を聞いていただければと思います。この中国共産党が犯したこの天安門事件、人類史上最大の人権弾圧だと私は確信しております。自国民を戦車で引く、こんな国は世界中どこを探しても中華人民共和国しかありません。我が国日本は自由と民主主義を重んじる国家であります。我々日本がこの中国当局が犯したこの極悪非道な人権弾圧を絶対に許さない、そして風化させない、そういったことをメッセージとして発信しなければならないと考えております。我々我が国日本は昔から弱気を助け、そして悪をくじく正義の国家でありました。かつての日本は困っている国があれば手を差し伸べ、この身を挺して守ってきました。世界中の人々はその姿を見ております。令和の時代においても我が国日本はこの中国当局による恫喝行為を絶対に許さない、そして自由と民主主義を重んじる全ての国家と連帯し、今こそ中国共産党が犯しているこの人権弾圧に対しストップをかけなければならないと考えております。そして我が国日本国内においても日々人権だ、そして平等だと耳障りのいい言葉を並べている人たちは、なぜこの中国問題に対しては蓋をするのか、大変疑問に思っている次第でございます。本当の人権派であれば、史上最大の虐殺人権弾圧行為を行っている中国当局に対し抗議をすべきではありませんか。我々は日本人として、そして一人の人間として、この中国当局が犯している人権弾圧絶対に許さない、そして忘れない、風化させない、そういったことを声を上げ続けなければなりません。我々がやらなければ、我々がやらなければ、立ち会わなければ犠牲となる尊い命があります。救わなければならない命があります。今こそ立ち上がり、
当局が犯しているジェノサイド、人権弾圧、民族浄化、そういった時代に逆行するかのような行為をする中国当局に対し抗議の声を上げようではありませんか。この21世紀において覇権主義を標榜する、そういった行動は断じて許されません。自由で開かれたこの21世紀において帝国主義を応募する中国当局は絶対に許してはなりません。命の問題です。人権の問題です。我々日本が率先しリーダーシップを発揮し、そして私をはじめとした動画配信者、 YouTuber がそういった真実を発信する、これは重大な責務だと考えております。そして大手のメディアもこの事実をなかったことにしようとするのではなく、現実で目の前で起きているこの問題に対し真正面から取り組む、そういった道義的責任があると私は考えております。マスコミは確かに報道しない自由もありますが、報道しなければならない、こういった実弾、こういった実情があることを我々は訴え続けなければならないと考えております。助けなければならない命、そして我が国においても年々と中国当局の恫喝行為、領海侵犯、領空侵犯が多発しております。我々日本国民の生命財産、そして未来ある社会、そういったものを守るためにも今こそ中国と戦わなければなりません。中国当局に対し民主化を促し、未来ある社会を作ろうではありませんか。共に戦おうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。中国共産党政府に次のことを要求する、スプリットール天安門大虐殺の真相を明らかにしろ。はい、令和たけちゃんさんに、登場していただきました。はい、今からちょっと、本日6月4日の、はい、抗議活動についてちょっとインタビューさせていただきます。はい、お願いします。はい、ちょっと私もどっちかというとゲストみたいな形で呼ばれたんで、全てを網羅しているわけじゃないんですけども、ざっくり言いますと、チベット、ウイグル、内モンゴル、ベトナム、香港、台湾、であと沖縄関係の。で、YouTuber 代表っていうか、私で、地方議員の方っていう感じですね。はい、そうですね、いろいろやってるんですけども、ここ最近やってるのはそのいじめの問題、いじめを教育現場が犯しているいじめの隠蔽問題を追及したり、ちょっと前だったら共産党が自衛隊の前で嫌がらせとかしてるんで、それを撃退したりとか、コロナ前とかだったら路上規制の注意だったり大掃除をしたりという、社会活動ですね。そうですね、やっぱりこう21世紀においてやっぱその人権だったり、そういったあの自由、そういったこう世界の人々が普遍的に持っている価値観、そういったものをやっぱ、我々人間全員が持っているものだと思うんです。それを中国共産党の一方的な都合で奪っていいっていう理由はどこにもないと思うんですよね。なので、そういったものをこう是正し、そしてそういった言論弾圧、そして民族浄化、そういった行動をやめるべきだっていうことを私は訴えたいなと思っております。なのでこの時代においてもその弾圧を受けている人がいるんだということ、そして日本もその中国当局による圧力を受けているという危機感を持っていきたいなと思っておりますので、ちょっとまとめますと、中国という国は本当に世界を乗っ取ろうとしているっていう、もうあの世界を取りに来ているっていう、もう国力も経済力も、もうアメリカを追い抜く勢いなんで、そういった危機感を持っていただきたいなというのが一番のメッセージです。そうですね、例えば、日本というのはもう、これは普通の人はそうですけども、要は戦争って嫌じゃないですか。はい、で死にたくないと思うじゃないですか。はい、なのでその中国当局がいつもやってる指標としては、
強大なお金と強大な軍事力を背景に死ぬぐらいだったらうちの軍門に下るよっていう手法ですね。なんでそういったまあ簡単に言うとこう脅し脅迫みたいなのを国から出して死ぬぐらいだったらもうその人の子分になるよっていうような戦法で やるわけですよね。なんで日本が日本でなくなる、もう中国の一部になって絶対服従するような世の中になっていいんですかっていうことをちょっとあの私は問題提起してる限りでございます。いやもう先進国を語る資格はどこにもないと思いますね。自分の国の国民を戦車で引いたりこう弾圧したりっていうのはもう言語道断だと思うんですよね。国だったり政府だったり、そしてその国の元で、あるその軍隊、そういった人たちは国民を守るために本来あるべきシステムだと思うんですよ。それを国民を痛みつけるため、そして外国の人を痛みつけるためにそれを悪用するっていうのは言語道断だと思うんで、もうやっぱりその中国という国はもう国ではなく、はっきり言いますと暴力団と一緒だと思いますね。身近なもので例えると。現にその中国国内で反政府運動ですね、はい、反政府運動をした場合逮捕されます。国家内乱という、要は中国の秩序を乱したという、要はテロリスト扱いになって処罰を受けるんですよ。なんで国家安全法というのが残念ながら成立してしまって、なんで中国政府に意にそぐわない人はどんどん逮捕していくというふうになったんで、もうほぼもう活動できない状態です。なんでまあもっと言うと、私は中国に入ったらすぐ逮捕されると思います。テロリストとして。ああ、テロリスト扱いされるんですか？されます。要は中国にとって都合の悪い人は全員テロリストです。なので本当暴走してる人しか言いようがないですね。やっぱりもうその身近なことで言うと、まあ、我々がごく当たり前に行っている選挙ですね。普通選挙の導入。普通選挙、ある組織において選挙の際に若干の例外を除き、すべての成人が選挙権を行使できる選挙形式を指す。そして、多数の政党を認めて、民主的な政治体制を築くことです。そうすれば国民の意見によって政治体制を変えることができます。今はもう中国共産党しか認めないっていう体制なので、あがきようがない。なので絶対服従するか抵抗して逮捕される、どちらかです。いやもう当然ながらそういうことは直ちにやめるべきだと思います。で、中国当局はそんなものないって一方的に主張してるんですよ。なんで本当にないんであれば海外メディアを受け入れてその収容施設を全部見せろと言いたいです。なんで見せないっていうことはやっぱり隠してる、なんで見られたくないものがあるしか言いようがないんで、もうやってるのはもう確実だと思うんです。それを直ちにやめさせるっていうか、まあ、やめるべきだと思います、はい。そうですね、もうこれに尽きるんですけど、若者が選挙に行けば当然若者の意見が反映されます。で、若者が選挙に行かなければ、言い方悪いですけど老人の意見しか反映されない政治になります。それが答えです。なので自分たちの意見を伝えたい、そして押し通したいんであれば選挙にまず行く、まあ、これに尽きると思います。そうですね、小学校5年生の時に学校の先生が言ってることに疑問を持って自分で勉強するようになりました。例えばその先生の発言、はい、疑問に思った発言とかってどのような。そうですね、一方的にかつての日本が悪いことをした、侵略したっていう根拠もなくしに子どもたちに教えている、日の丸や君が代は、戦争のものだとか戦争の歌だ旗だっていう一方的なレッテルを貼ってるんで、本当なのかなっていう疑問があって勉強したら違ったっていう決言に至ったんで、あ、こういった闇があるんだっていうのでちょっと暴いて、少しでも多くの人にその真実というかその情報を吟味していただいて、本当にどっちが正しいのかっていう問題提起をしたいなというので、ちょっと小学校5年生の時からちょっと勉強するようになりました。やっぱりですね、社会の不条理をやっぱ正さないといけないと思います。やっぱ例えば私は今取り組んでいる、いじめの隠蔽問題で、隠蔽をして闇に葬り去る、でそれによって犠牲となっている人が多くいるんですよね。で、新宿109選の視聴者の皆さん、どうしたと思うんですけども、
の不条理をもういきなりなくすことは無理だけども、一つ一つなくしていって、あの犠牲にならなくていい犠牲者を一人でも多く減らしていくことが大切だと思います。なので、まず知ること、学ぶ